ということで所長、細井探偵社7回目になりました。いやーやってますね、頑張ってますね。はい、頑張っております、ね、今回もですね、はい、相談者の方、はい、なっているのでご紹介します。タリタキのお二人です。こんにちは。こんにちは、タリタキです。よろしくお願いします。こんにちは、たまちゃんです。まだ言い張ったんですね。はい、松本さんと今日は LINE を交換しに来ました。ダメダメ、根こそぎ。ちょっといいですか？ぜひお願いします。ダメなんで、やめた方がいい。そうなんですか？ちょっと好き好きやないということで、ゲスト相談者の JNC、はい、オフィシャルサポーター松本ひなたさんです。こんにちは、よろしくお願いします。いや、もう野添探偵所に来るようになって、はい、もうボートレースのことをもっと知るようになって、はい、もっと好きになりました。嬉しいですね。ありがたい言葉ですね、はい、さらに本日もリモートで2人の方にご相談にいらしていただいております。関根さんと漫才コンビ世界事情の阿部さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お二人ともボートレース大好きなんだそうですよ、うん、あ、そうなんですね。もう歴ではどれぐらいやられてるんですか？はい、僕はまだ本当全然始めたばかりで、もうまだ1年未満なんですけど、はいはい、非常にもうボートレース楽しくて、あの、いつも見ちゃいますね。何かきっかけとかあったんですか？きっかけはもともとずっと競馬は好きで、はい、もうギャンブルは好きだったんですけど、はい、でボートレースもともと出身が埼玉っていうこともあって、戸田ですね、はい、戸田行ってみたりとかして、うん、あ、面白いなっていうところもあって、これはちょっとハマっちゃうなっていうところですね。なるほどね。阿部さんは推理キャリアはどのくらいですか？そうですね、僕はですね、2年ぐらいですね、ちょうどコロナとか流行った時に、家で YouTube を見ながら、うん、書けるということにハマってしまいまして、うん、はい、今日も予習して、ちょっと授業料を払ってきました。ということで所長、今日はどんな内容で？はい、そうですね、ルーキーシリーズ、はい、ルーキーをちょっと紐解こうかなと、はい、ということでね、はい、使っていこうかなと思ってます。さあ、ということでこちらです。じゃん、はい、難解な戦いと言われております、うん、ルーキーシリーズ、うん、ルーキーシリーズはこう紐解け、うん、その特徴と攻略法を整理する、うん、やったー、本当に知りたい、ね、なんかどうしてルーキーって難しいのか。いや、まあみんな若いですから、はい、まあ、技術的なことも完成されてない選手の集まりですし、はい、まあ、これからいろんなことを覚えていく段階の選手なんですけど、はい、なんせ勝ち気は僕たちベテランより圧倒的にあるんで、はい、勢いでレースするんで、はい、どうしても勝ち合うことが多いんですよね。なるほど、うん、そういう部分も含めて難しいかなと思いますね。うちの相方はすごいルーキー好きだよね。ルーキー好きなんですけど、そのヤングダービーってルーキーの中でトップクラスの人が集まるじゃないですか、うんうん、はい、なんか3年前ぐらい1日目初日、うん、12分の7ぐらいが満州だった時とかあって、なんか、これはどうやって推理していったらいいのか、ありがちだと思います、ありがちだと思います。そうなんですね。力と力と勢いと勢いのぶつかり合いになるんで、結果的には、はい、まあ、そうなりがちですよね。面白いけど、うん、やっぱりちょっと推理としてはなんか他のなんか SG と比べてちょっと難しい、まあ、違うと思います。また違うと思います、ね、ありますね。あります、あります、うん、はい。松本さんも何かルーキー、いや、B1 とかそういうのじゃなくて、くくりもデビューから何年未満、僕たちもデビューした時から7年未満、僕ら新鋭っていう扱い、名前が変わってルーキーっていう名前だったんですけど、うん、新鋭リーグっていうのがあって、うん、リーグ戦で優勝した人は年末の今でいうヤングダービー、昔で新鋭王座決定戦に優先出場権っていうのが与えられるっていうレースですね、はい、なるほど、はい、若手のナンバーワンを決めるっていう形ですかね。はい、熱くなりそうですよ ね、 ね、うん、結構ね、やっぱね、最近かっこいい人多いのよ。え、本当に、イケメンレースはまあ多いですよね。最近じゃない、昔から多いですよ。それ語弊がありますよ。ごめんなさい。結構いたんですよ。それこそ山崎智也君でもそうですし、確かにかっこいいですね。浜野谷健吾君もそうですし、うん、まあ、男は市川哲也さん、僕に1年先輩ですけど、まあ今でも55には見えない、もうね、僕も顔してますけど、イケメンですけど、でも世に出ることがなかったんですよね。あ、今みたいな、インスタグラムもなければ、ツイッターもなければ、うん、ああいう関係者の方が写真を撮ってあげるっていうのが新聞の白黒のこんなしかなかったんで、これで判断するしかなかったんで、なかなか難しい、そうですね、今は世に出ることが増えたんで、はい、ファンの人もよく認識されることは多くなりましたね。なるほど、はい、所長もルーキー時代あったと思うんですけど、ありますね、それはルーキー時代だったんでしょうか。性格がやっぱ出てましたね、勝ち気で。あ、勝ち気で、はい、もう超攻撃型でした。はい、もう後ろ振り返ることなく攻めてました。実はですね、こんなデータもありまして、はい、あ、はい、所長ですね、現在ボートレース養成所ですけれども、はい、ボート数研修所ですね、はい、69期のリーグ勝率第
1位の成績で卒業されてるんです。これまで点数多分なかったと思うんですよ。僕らの時に初めてリーグ戦ができたんですよ。終了記念迎えるにあたって何かこう目安がなかったら面白いなってなって、はい、話し合いした結果リーグを作ろうと、はい、で混ぜて勝率をちゃんと計算して現場みたいに、うん、で勝率を出してで準優やって最初、卒業に優勝者決めようってなってファンの立場で、はい、ドリーム戦を選んでもらう。で70期が僕らの期のドリームを組んで、はい、で今天増しでっていうのをやった結果初めて多分点数が出たと思うんですね、僕の認識ですよあくまでも、はい、すごい、はい、所長所長そうこの 7.07 って数字なんですけども勝率7以上のレーサーっていうのはもうどのコースでも1着を狙える一流。いや、まあ、いや訓練生の中での話なんで。いやでもだって、はい、一斉のスタートだからこそすごいですよね、うん、まあそうですかね。所長ってすごい人やったんですね。いやもうイケメンに見えてすごいです今オーラがなんかゴールドのオーラがゴールドのオーラの髪型で判断してないほら研修所時代って大変そうなイメージなんですが、はい、地獄です。地獄です。まあ言うたら時間に拘束されるんでまず一番は、はい、1分1秒単位の行動なんで何時決められてるんですか。何時何分にここ、何時何分に次ここ、何時何分ここって決まってるんで、だからもう言うたら自由がいきなりそういう生活になるんでみんなもトルナードいますよね。めちゃくちゃしんどいじゃないですか、うん、逃げ出しちゃう人とかっていなかったんですか。ですねやっぱり僕たち一応59人スタートだったんですよ、はい、実質卒業者は20人半分以下。それはもう帰ってって言われたのか自分から。昔はですね自分で帰るっていうシステムだったんですよね、今は学校にっていうか学校みたいな形になったんでもう言ったら成績取れなかったら辞めさす、僕たちが自主的に辞めるってなるとや首切れなかったの向こうは。あ、そうなんですか。結果そういう風になるんですよね。自分で帰るようになっていくんですよね。あ、やっぱしんどいし、はい、うまくいかない、まあ、すすり泣きしてる人はその辺にいましたよ。ようになったらつらくて何がつらいかって元すこなんで冬になったらもう氷点下なんですよ。9時50分だったらもうカンカンってボイラー消えるんで、はい、暖房がパターンと落ちるでしょ、はい、極寒でしょ、はい、寒いでしょ、はい、で当然靴下履いてダメなんですよね。え、ダメなんですか。ダメです。なんでですか。どういうことですか。ダメなんです。ダメしか言ってくれない。いかなり理由がダメなんです。で、まあ、毛布は増やすことも可能なんですよ、はい、ただ起床ですってブザーが鳴るとするでしょ。そっから着替えて上半身裸で、まあ、これがベッドのヘリとするじゃないですか、はい、これ15センチのところに毛布、シーツ、枕カバー全てをバームクーヘン状に畳んだ状態で出なきゃダメなんです。3分後に、あ、じゃあなるべくそういう畳むものが少ない、間に合わないんで結果1枚しか使えないんですよ。あ、なるほど。だからいつも大体こう丸まって身もにしない身もにしないでこうやってふくーって言いながら寝ていく生活を慣れていくと。じゃあもう体もメンタルもそこで鍛えられるんですね。メンタルは大きいですね、はい、所長は辛くならなかったですか。僕はならなかったですね。ならなかった。一回もならなかった。だってふとした時にいやなんで靴下履いたらあかんねん理由も知らずにね真顔で言っちゃう。そんなこと理不尽の子以上にもっと理不尽なこといっぱいあったんで。そうなんですね。靴下どころじゃないんですね、はい、最初はそのボートとかも乗れないじゃないですか。1ヶ月間は基礎体力だから永遠腹筋でだって V 腹筋とか、まあ、基礎体力のみ、あとは強練強練あの、まあ、更新気をつけ休め、はい、なんかいろいろあるのもうビッチビチに寸分狂わずこうみんなが足並みそうでバッバッバッすごい、あれを永遠やらされて、あとはもう言ったら重りを持って走り回るとか、まあ、そういうことばっかり一つやるんですよ。ほんでまあ寝れないですしね当然ね。野添所長多分あの未来のボートレーサーも多分見てると思うんでちょっとあのいいとことかも聞きたい。いやそれはあの僕たちの元す研修所の時代の話。今はもう学校になってるんです。なるほど。靴下は履けますか今。そこは定かじゃない。そんなことないよね。もしかしたら履けないかもしれないけど今ボートレーサー養成所になって、はい、そう養成所になってるんでもう成績なんで今は。あ、そうですね。なるほど、はい、中間期末ってあってそれでダメならもう返されるっていうシステムらしいんで。さすがに逃げ出しません。さすがに逃げたくなりますよね。いや思うでしょ。逃げ出せないんですよ。出せない。だってバス停まで何キロあるんみたいな。乗り入れ駅なんて歩いて行ったら3時間ぐらいかかるから本当に。でそこに行くのは樹海を抜けていかなダメなんで。あ、青木ヶ原の、まあ、でも今現役で僕の時に頑張ってる人もいっぱいいましたよ。帰れって言ってる人、まあ、みんな止め合うんですけどね。それはもうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろう。だからそこで仲間意識が、はい、先ほど今の予
養成所の話もありましたけれども、はい、2023年のですね、スター候補選手、はい、トップルーキーが選ばれました。それがですね、この10人になっています、うん、はい、フレッシュルーキーと合わせると58人選ばれたということなんですけれども、はい、所長、注目ルーキーとかいますか？うん、まあ今で言ったら末松くん、貞松くん、まあしがれた沢田くんとかね、まあいますね、結構、はい。おー、松本さん、何か質問ありますか？そのルーキー、トップルーキーっていうのは何を基準に、どういう特徴で、はい、まあ、成績等と、あとはまあその当該レース場とかその関係の地区とかの、まあ関係者の方が選んで推薦したりもありますね、うん、はい、はい、佐賀ならやっぱりその唐津を走る機会が増えたりとか、うん、記念レースで優先的に呼ばれたりとか、成績が A1 であればとか、はい、そういうのはありますね。うーん、これでルーキーが全員これ走るってことですよね。 G1 のヤングダービーっていうのは、まあ、東西の分かれでもあるんですけど、はい、一番ナンバー級の時はもうほぼほぼ出ますよね、こういう方は。うーん、はい、それこそ貞松選手はこれ佐賀支部なんだけど、本当は佐賀出身とかじゃなくって、うん、その峰竜太選手って結構皆さんも知ってる選手、レジェンドがすごい好きで、その方の弟子になりたくて佐賀支部に入って、それは全然 OK なんです。いけるんですか？いいんですね。いけます、はい、大丈夫です。それは佐賀に行きたいですっていうのを言えるんですか？卒業するときに、まあ、僕たちも結構いたんですけど、まあ、就職先が東京で試験受けて受かって、はい、本当大阪なんですという方もいたりするんですよね、はい、なんかそれ別にこの東京で選手になくても大阪でもなれますし、だから向こうが受け入れてさえ来れば。なるほど、 NLB にしときなさいって言われてなかったHKT にいたってことですよね、はい、自分の意思でHKT にいたっていう、はい、あ、分かりやすいよ、分かりやすい、たまにはいいこと初めて褒められてるみたいな。何か質問とかありますか、ルーキーに関して？あ、私がね、もしそういうのでこう強くなったらすごい天狗になっちゃうと思うんですよ、はい、俺はルーキー1番やし、1位やで、はい、本当いますか、そういう人って？多分いますよ、ね、いるんですね、どの世界にもいますけど、はい、結果花折られます。上に上がいるって知るんですね、はいはい、だって勝ち気でさ、負けん気強い若手がさ、それで花伸びて、はい、先輩にスコーンでやられる瞬間はやっぱいつか来るんですね。はい、あと挫折もしますよね、当然。クラスが上がって階級って前言ったら、まあ記念レースに行ったと仮定したら、はい、そこで壁は絶対あるんで。でも本当にそれをすごい思う機会が最近増えてて、うん、はい、ルーキーシリーズとかヤングダービーで活躍してる選手が SG に出た時に、のた落ちもあるでしょ。そうそうなんですよ、なんかあれ思ったより成績が伸びてないなってすごい思うことがあって、だからまあ結構上下するんですよね、 A2 行ったり A1 行ったり、それ繰り返していくうちに自分で考えて努力しないと落ちちゃうんですよ。そうなんですね、はい、なんか普段私たちキャパーが60ぐらいの劇場でやってるんですよ、ちっちゃい子やね、はい、で受けてて、これはもう若手だから受けてるわと思って営業呼ばれたんですよ、3500人のキャパで一回も笑い取られへんあんな鼻も俺ゴッキー折れたんですよ、根っこから行かれたね、それ根っこから行かれたルーキーってこう勝ち気な方が多いって言ってましたけど、うん、はい、なんかレースの特徴とかやっぱり激しいですよね、やっぱり結果まくりも多いですけど抜きも多いですし、まあ、決め手は多彩になりがちかなと思いますね、やっぱ、うん、ただ単純な逃げだけとかそういうレースにはなりにくいイメージがありますね。推理もじゃあちょっと難しいですね。そうですね、難しいとは思いますね、はあ、はい、じゃあちょっとそのルーキーの VTR も準備しているということですので見てみましょうか、はい、見たい見たい。所長、これはどんなところに注目したらいいですか？そうですね、まあ、まあまあいいメンバーなんで、はい、まず角の貞松君の攻めと1号艇の栗君がどういうレースをするのかっていうのが、まあ、一番のキーですよね。その貞松君の攻めによっては末永君もチャンスが出るかなと。ほうクリキハンドル切ったね、今あれちょっとスタート遅らせたんですね、わざと。わざと、そこも分かるんですね、うん、これもうすごい、これやめないです、もうやめないです。すごい。なんでこれ1号艇が残ったかって、ギリギリまで粘ってスッとやめたんですよね、やめた。はい、で5番が刺したいところでレバーも当ててるんで刺せないんですよ、5番がね、頭を。はい、細かいですけどうまいね、今のは。そう、細やかなテクニックが。これも差しに行きたいけど6が来たんで差しに行けないんでちょっともう無理ですね、頭を。あれね、例えば一般戦ならやめて差したりすることもあるんですよね、1回してクリキ、あ、クリキか、飛ばされるかわからんなって回して差してって考えるけど、この年代は考えないですよ。考えないですか？血気盛ん、まあ、来るならおいでって来るならおいでそんかわりオタクは沈めるよってみたいな。かっこいい、かっこいい。これもわざと内に向いていって、これ締めてこないんで先回りするフリーの小回りを狙いに行くんですよね。あれを
でこれ失敗するでしょ。でもう一回これ変わらずうちずっと走るはずなんですよ。でクリーキー君が締めてきたら変わるけど締めてこなかったらこの内向きでずっと走るんですよね。今のじゃフェイントってことですか。これはもう駆け引きです、直線です。でこれ締めてこなかったら内向いていくんですけど寄ってきたから変わる。はいはいはい。でギリで変わってこれ刺すんで刺せないですね。これはあ、本当だ。ちょっと変わるのが遅いんで、うん、遅いよ、はい。まあ、でもあれも駆け引きの一つなんで。はあ、優勝戦、はい、ということですね。阿部さんいかがですか、これご覧になって VTR を。他のベテラン選手よりもその握りっぱなしみたいなことがあるのかなっていう感じがしますね、うん、そうですね。あの勢いでいくみたいな。あ、そうです、そうです、ちょっと面白いと思いました、はい、じゃあもう一本 VTR 見てみましょう か、 いいか。これ3号、先ほども出た末永君が3号艇、はいはい。まあ、賞金の輝いた白井君が4号艇、うん、まあ、いいメンバーですよね、田村君、坪井君、外に赤坂君、和田君と、うち2人がね。末永選手からしたらその右側に白井選手いたらちょっと嫌じゃないですか。全然関係ない。関係ないですか。なんなら燃えます。そんなことは全く思えない。もうやっつけてやろうとしか思ってないの、こんなの。あ、もうそうなんですね、はい、これまくり出しでしょね。おお、あれは切った瞬間に分かります、入る入らないを。あれも入ると分かりました。分かります、僕だから入るって言ったでしょ。はい、入りましたもん。分かります、はい。それあのよくファンの方も言われます、なんで分かるんですか。もう向きで分かるんですよ。なんで分かるの。あの3の向きと1の向きと2の兼ね合いで分かります。全体を見てるんですね。これはもう駆け引きに勝ったってことですよね。誰ですか。あのそう話した時にスッて入れたから末永君、はい、そうです。1コーナーの判断が、まあ、ハンドルが素晴らしかったっていうことで、その10センチが切れる切れないが大きいですよ。この世界、まあ、結果1回転と4分の3でガチンって止まるんですけど、はい、この最初のスタートしてちょっと最初に起きる前にちょこっと切るんですよね、はい、こっから起きると同時にバチンと、もうこれで終わりなんですけど、はい、これが量がこれぐらい違うだけで入るか入らないか決まるんですよ。ほんとこんだけ。逆に入りすぎとったらどうなるんですか。入りすぎる分にはいいんですけど、入りすぎると今度こっちに引っかかってバレンとこけるんですよ。エッジがかかりすぎてバーンと一発でこけちゃうんで、そのギリギリのところのギリギリを切らないとダメなんですよ。だから失敗をしないと覚えない。練習でこけてこけてこけて、あ、これ以上ってこけねえなっていうのを自分で体で覚えて。では続いて、はい、あの人気コーナーいきましょうか、はい、タリータイクさん、はい、お願いします、はい、ということで参りましょう。それではリモートの皆さんも一緒にお願いします。野添探偵に質問しちゃうぞ。さあということで今回、はい、所長に質問してまいります。はい、阿部さんは何か質問ありますか。あ、そうですね、ルーキーってこう6号艇とかにこう斡旋されることが多いと思うんですけれど、それがこう5号艇とか4号艇とかにこう入っていくタイミングとか、例えば水人祭があって、初めて入れるとか、そういうタイミングみたいなことを知りたいと思いますね。これはまあ言ったらもう師匠の一言に尽きるんですけどね。やっぱり僕たちってあの指定関係でいくと、やっぱレースを後輩の方は見てくださいとか、今ならもうオンラインで見るじゃないですか、まあ、過去ホームページ行ったらね。でそれで確認して、でああでもないこうでもない、ここダメなんじゃないか、ここがいいんじゃないかっていうのをいろいろやるんですけど、その中で6コースがあそろそろ5コース入ってもレースできそうだなと、僕の場合ですよ、あくまでも判断できたら5コース入ってみたらどうですかとか、で5コースやっていくうちに、あもうお前角に行ってもいいんじゃない、あいいですかっていうのを踏んで段階を踏んでコース打ちになっていってましたね、まあ、あとは、まあ、あの例えば6コースから、例えばですよ、今の現状モーター伸びないんで厳しいんで、6コースじゃなしに僕4コース4号艇の時は4コースから行きたいんですと、まあ、自分の弟子から言われたら、ほんじゃあ1回行ってみればと、はい、別に1行ったから勝てるわけじゃないよっていう一言添えて、はいはい、でそれのまた難しさも覚えてもらうっていうのも逆の手でありますよね。じゃあ例えばですけど、その5コースに行った時にあの人師匠から許可もらったって分かるってことですよね。まあそうですね、だから逆に言うたらあの大阪で行ってて、はい、まあ、僕一番最後だったら信高やったんです。信高がコース4コース取りました、うん、で僕と近い先輩がいて、まあ、行ったって言ったら全然入ってって言うと、ああそうやったらええねんけどなってなんですけど、そうでなかったらちょちょちょいでお前ってなってね。例えばですけどこう師匠がさ見てないと思ってさ、ちょいつも6号艇やけど今日ちょっと、それはもう速攻回ってきます速攻回ってきます。今は映像があるんで。関根さんはいかがでしょうか、質問ありますか。あ、はい、あの先ほどそのデビュー前のお話があったと思うんですけども、
実はちょっと私が今、小学校2年生の娘がいまして、はい、彼女をですねあのボートレーサーにしたいなと思ってるんですよ。ひそかに考えてるんですけど、はい、なんか今からこういうことやっといた方がいいとか、あのもう別に訓練とかはね多分必要ないと思います。見せてあげることによってやっぱりなりたいなと本人が思わないとやっぱりやる気にも起こらないんで。なるほど、ね、今のうちにレース場に足を運んで、うんね、見てもらって、そうですね、それが一番だと思います。そうです、それこそだって英才教育ですよね。私の妹が今実際にボートレーサー目指してて、なんで7話まで黙ってたんですか。そうですよ、収録始まって4時間だって。目指してて今4回落ちちゃってるんですよ、テストがやっぱ難しい、難しいもんね、今めちゃくちゃ難しくて。えその野添所長からその松本さんの妹さんにかそのアドバイスとかってあませんか。もうだからめげない心ですよね、なりたいと思う信念。そうですよね、なんかに人間って逃げちゃうんで、楽な方に楽な方に、僕らも仕事もそうやったんですよ、減量きつい、はい、勝てない、うん、楽な方に行こうとするんですけど、そこで流されちゃうと勝てないし負けてしまうんで。うわもう切り取って送ります。いやいや本当に切り取って送ります。だからあの若いうちに、ね、苦労は買えっていうのあの言葉ほんまよく分かるなと思って。うわもう説得力がもう切り取って送ります。ちゃんと他の部分も見てもらおうよ。ここはもちろんだけど、はい、ではいろいろお話を伺ったところで、はい、皆さんに推理を実践していただきましょう、はい、イエーイ、はい、本日はですねルーキーシリーズは行われていないので、貞松勇樹レーサーが出場しておりますボートレース浜名湖の日刊スポーツウィンターカップ第11レースを推理していただきます。はい、さすがに貞松選手知ってるもん。あ、本当、うん、20歳14越したよ。怖っ。年齢バレましたけど言っていいの見せて。人は割りどころじゃないんです、うん、ほんまやね。浜名湖はどうですか。浜名湖は回転の上がりにくいレースなんで、回転上げ傾向の選手は活躍しがちですね。根本的に上がらないレースの一つなんで、ここと徳山と、あ、そうなんですね、はい、桐生この三条は。これだけ見ると貞松選手 そんなになのかなって思っちゃうんですけど、普通の十分あるんじゃないですかね。これならレースできると思います。しっかりスタートいけば、うん、間狙うのか外に回るのか1コーナーね、多分勝ちに行くと思うんで、まあ、間狙いに行くかスタートいってまくりに行くかどっちかの2択だと思うんですけど、あとはそれが入るか入らないか、もうだからさっきも言いましたけど一発目のハンドルに全てかかってるってことです。はい、一発目の、はい、どうなるか、あの10センチ、はい、そうなんですよ。まあ末永ゆら君も結構伸び型傾向の好きな選手なんでね、はい、まあ、それも踏まえてスタートはしっかりいきますけどね彼も。でもこれレース的にもうち3人で誰が頭であるかってレースですけどね。あ、そうなんですね、うん、末永君が押し切るのか貞松君が間させるのか否か、はい、にかかってると思いますけどね。聞いたらさ、もう 1,2,3 ボックスでとか言っちゃう。貞松くんがまくり出して完全に決まった時は高下君消えますよ。うわー、あー、そうなんですね。頭叩かれるってことなんで。あ、そっか、はい、あとはだからそれを高下君も100も承知なんで、はい、もうノーノーとさせるわけないです、うん、とはそうですよね、もう絶対にさせない。その警戒されてる2コースの頭叩くのこと快感のもないですよ。こいつめちゃくちゃ気にしてるな、よっしゃ頭叩いちゃろ、やったろ。何回もありますけど、なんか、うわちょっとそれも見たい気もするな。見たいね。皆さんできましたかね。はい、できました、はい、できました。ではどう推理していったのか聞いてみましょう、はい、まずは阿部さん。はい、はい、そうですね、1314、1234、おお、で結構ちゃんとみんなスタート行けてたので、まあ13頭で、さっきおっしゃられた通り2号艇はちょっと厳しいのかなと思って、もしかして 3着に残るかなということで、この31頭の1341234でやりました、うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。関根さんはどのように推理されましたか。はい、3145の一択ですね。はい、うん、あの3号艇の貞松選手がすごい虎視眈々と狙ってんじゃないかなと思いまして、うんうん、もう頭で固定したいなというところと、うん、あとは外まくり出しにちょっと期待したいなと思いまして、う
こういう風にしてみました。ではのびちゃんはどんな風に推移されましたか。はい、私はこちら3-1前です。やっぱりこのレースは貞松選手が行くだろうということで3頭にさせていただきました。そしてやっぱりボートは私は流すのが好きなので前で行かせていただきました。お願いします。はい、ではたまちゃんの推理見てみましょう。はい、ちょっと申し訳ないですけど私 3-1 にやっぱ悔しがる瞬間見てみたいなって、スコンと行くってその気持ちいい瞬間見てみたいので3-1にちょっと勝ってみました。うん、お願いします。ね、ありがとうございます。松本さんはいかがでしょう。はい、私は 1-2-3 ボックスで冒険せずに内側 1-2-3 で決着つくんじゃないかなと思って迷った時の重点入ります、ね、そうですね、そうですね、ボックスにしました。はい、と思います。ありがとうございます。はい、私も背中センサーが逃げ切って 2-3 のちょっと攻防戦を期待しています。では結果見てみましょう。はい、野添社長が言ってたスコンと叩くところ、いけ！あ、いったな、これ。これ入る。お、入った。うん、これ。高志田さんは？高志田君は消えるんですよ。あれ？だから言いましたね、3が頭取れたら2はないよって言いましたよ。そうだ、言ってた。でも3着にあるかなと思っちゃった。頭ではないかもだけど。なぜかというと警戒するからね。それを一番に警戒するから、貞松君を警戒するんで、サイドかからないとか横滑りしていくんで、頭取れからそのままズルズルズルっと。3着にもちょっと残りづらい。まあ、あと展開次第の部分はありますけど、基本的には厳しいですよね。まあもう狙い通りですよね、貞松君からすれば。狙い通り。狙ったベースが狙ってもできるっていうことは仕上がりはいいってことです。思うのようにボートが動いているってこと、レバーとハンドルと兼ね合いがもうバッチリ合ってるってこと。はい、今のも狭いんで結構言っても。はい、でも一発目のハンドルがしっかり入ってるんで、あとはレバーで調整して入るんだ。あれはこうあっとちょっと緩めて相手とパッと握るんで、その瞬間にこう前にガンと進んでるってことなんでね。もう仕上がりはいいと思います。伸びとかそういうのじゃなしに、はい、多分こういうレースそういうところが仕上がりの微妙なところなんですよね。微妙な、ほんと微妙なところです。レース行かないとわからないっていう、よくコメント出てるやつですよね。はい、難しいな。いつだったらちゃんとわかんねえの。右側かんって言われてたの。ちゃんと聞いてますか。聞いてなかったんだろうな。3頭しか持ってなかったんだろうな。はい、そうです、本当にそうです。ね、でも、ナビちゃん、うん、当たってますね。まあまあそうですね、まあボックスなんで。そうですね、あとは、キネさんも当たってますよね。あ、おめでとうございます。あ、やった、皆さん、おめでとうございます。キネさんの方、すごい。すごい。ほら、ちゃんとね。2はきついと2はずいてくれてる。でも松本さんが帰っていやいやいやこんな人のせいですよ。すぐすぐじゃあ感想を伺っていきます。はい、関根さんはいかがでしたか、今回参加されて。いや本当にあのボートレースの奥深さを知ることができて本当に楽しかったです。うん、あ、よかったです。はい、あと野添さんがイケメンなのであんな大人になりたいなと思って。すごい男性。ありがとうございます。阿部さんはいかがでしたか。そうですね、今のレースは野添さんのおかげで勝たせていただきました。ありがとうございます。まくり出しっていうのは僕よく分からなかったんですけど、はい、あの3号手がこう入っていく瞬間めちゃくちゃ気持ちよかったです。そうでしょ。あれが最高なんですよ。はい、なみちゃんはいかがでしょう。いや私あのこれ4本乗りじゃないですか。うん、あの今のところ3回全部当たってるんですけど、ね、1回も購入してないんですよ。なんで購入してなかったんだって。当たってるのよ、めちゃくちゃ悔しい。まあよくギャンブルだ、あるあるだよね。買っていればという。たまちゃんはやっぱこのルーキーすごい面白かったんですけど、うん、まさかそうこれ今日4本撮りじゃないですか。はい、3本目で妹がボートレーサーで今凝り込んでるの。これはちょっとびっくりしましたね。あっためとったんじゃない。だから4本目もいろいろ話聞こうと思って。もうないです。もうないです。弟ない弟ない弟ない。家族周りね。はい、そんな松本さんは。いや私はあの今までボートレース自分の独断でやっていたり、うん、家族のヘッドマンでやってたんですけど、うん、野添所長にいろいろ教わってから、はい、その展示の時にこう、うん、向きとか、はい、あれ の, なんかその見る観点がちょっとずつ自分の中で変わってきて、はいはいはい、これからのボートレースなんかその推理にもっと活かしていけたらいいなって思いました。ありがとうございます。はい、ますますルーキーシリーズも見るのが楽しみになりました。まあそうですね、女子もそうですけど、うん、ルーキーも見応えたっぷりだと思うんでね、はい、楽しんでもらえたらなと思いますけどね。昨日よりも深い水曜あなたに。